猛烈な台風2号、4月としては観測史上最強、なぜ発達。台風2号が、4月としては過去に類を見ない勢力に達しています。2021年4月18日日曜日の中心気圧は、気象庁の解析では895ヘクトパスカル、アメリカ軍による解析では888ヘクトパスカルとなりました。4月の時点で800ヘクトパスカル台の台風が発生したことは、これまで一度もありません。台風2号の強さ。先週熱帯低気圧が日本のはるか南の海上で発生、パラオ周辺でゆっくりと発達し、14日水曜日に台風2号、国際名、スリゲ、となりました。その後急激に勢力を増し、17日土曜日には非常に強い勢力に、同日夜には猛烈な勢力となりました。気象局とアメリカ軍による、18日時点の解析値は下記の通りです。その数値は目を見張るものがあります。気象庁。中心気圧、895ヘクトパスカル。最大風速、10分平均、60メートル、毎秒。カテゴリー猛烈。最強ランク。アメリカ軍合同台風警報センター。中心気圧、888ヘクトパスカル。最大風速、1分平均、85メートル、毎秒。カテゴリースーパー台風。最強ランク。一般に中心気圧が低ければ低いほど、風は強くなります。この時期としては初の800ヘクトパスカル台。一般に台風の活動が最も活発になる時期は、海水温が十分に温まる夏から秋の頃です。4月30日までに発達した台風の中で、これまで最強とされてきたものは、910ヘクトパスカルまで中心気圧が下がった2015年の4号台風、名作、でした。つまり今回の2号は、1月から4月に発達した台風としては観測史上最強、かつ初めて800ヘクトパスカル台に突入した台風となります。なお1971年の5号、エイミーは、5月2日に中心気圧が890ヘクトパスカルまで下がりました。高い海水温と MJO。でも一体なぜ、太平洋では次々と恐ろしい嵐が発生しているのでしょうか。一つ目の理由が高い海水温です。台風2号もセロジャも、30度近い暖かい海の上で発達をしました。さらに海の表面だけではなく、比較的深い層でも温度が高くなっています。二つ目の理由は、マッデン、ジュリアン振動、MJO、と呼ばれる現象です。これは移動する活発な雲のエリアで、大抵インド洋をスタートして赤道に沿って東進し、30日から60日かけて地球を一周します。今月はこの MJO の影響で、西部太平洋で次々と雲が渦を巻きやすくなっていると考えられています。また、4月の時点で記録破りの台風が発生してしまいました。早いうちから台風の備えをしておくのも一向かと思います。NHK 気象予報士森さやかさん記事より引用。フィリピンでは、40度を超すエリアが多く見られ現地では猛暑となっているようで、海水温も高いようです。地球温暖化が続けば台風の勢力も強くなると考えられています。人類は産業改革以降、急激に地球環境を汚染してきました。我々は、壊し続けてきた環境を浄化して次の世代に引き継いでいく責任があります。EMBC 複合発光バイオ工学の第一人者である高島博士は、地球の起死回生という大きな目標を掲げこの状況にバイオ生物工学という分野で、日々戦っておられます。地球環境を微生物と酵素、そして宇宙からのエントロピーで地球環境の調和を取り戻す研究をいたしております。皆様も COVID-19 の流行で微生物やウイルスがどれだけ脅威となるかをご理解できたと思います。しかし、その逆もあるということです。微生物やウイルスが自然環境や生物内の環境を好循環に導くことも多く存在するのです。その最先端のバイオ工学が、EMBC 複合発光技術です。本来共存し得なかった微生物の種族を、共存、
共生させることに成功し、他の微生物を攻撃するような悪性ウイルスや細菌、有毒性物質をも協調性を持ったものに生まれ変わらせていくという夢のような研究です。微生物やウイルスという目に見えない世界の分野で、未だに解明されていない部分が多くあり、その全容は未知数です。我々エコロジーサービスは、現時点で最高とも言えるバイオ酵素水を、高島博士の元製造に成功いたしました。我々の携わる、EMBC 複合発酵という科学は組成回帰の科学という理念を原点に、自然に全ての生き物に、そして人類の繁栄にいい環境を作るというウィンウィンの関係を構築する、起死回生の科学なのです。この研究で生まれた起源酵素は、新バイオ技術で製造された酵素入りバイオ飲料です。もちろん土壌改善にも使用できますし、ゴミなどの無害化にも使えます。微生物と酵素の作用で体内の環境を改善させ、病気、ウイルスに強い健康的な生活を送れることも解明されています。起源酵素は、11種類の天然素材と霊峰富士の地下から湧き出たきめ細やかな湧き水で作られており、体に害をなす材料や添加物は一切使用しておりません。最後に、皆様にとってもお得なキャンペーンをお伝えできることになりました。昨年末より、全国販売を開始した記念として全商品 30% オフのスペシャルプライスにて、現在販売しております。よろしかったらこのお得な期間に、起源酵素をお試しください。よろしくお願いいたします。この起源酵素を、当社では販売しております。お問い合わせは、エコロジーサービス電話 092-407-3604 までよろしくお願いいたします。チャンネル概要欄にリンク貼り付けておりますので、ご興味のある方は、ホームページも覗いてみてくださいね。この動画にご興味があれば、チャンネル登録と高評価をつけていただけると、励みになりますのでよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。カットできる部分。